皆さんどうもこんにちは、おわたぴことガルナです。スーパーベルリニキワールド、今回で5回目、ワールド5最終回でございます。いやー、どのワールドもね、まあ存分に楽しませていただいておりますけれども、まあ残り 1,2,3,4 コースしっかりと堪能させていただきましょう。個人的にあのクッパ城のハックン999がとても気になるところでございます。さあ、ブーメランド王国テーマパーク。ブーメラン。さあ、始まったよ。これをピュッと投げると。ああ、なるほどね。そんなことがあるんですか。これはテーマパークだ。あ、これは？これをやればいいの？よし。ナイス。さあ、3D ワールド独自のね、ブーメランですけれども、これは、こう、行って、こう、投げれば OK。よし。こうか。もう一発。もうちょっとか。ここ。ほい。よし。意外とタイミングが難しかったね。さあ、イエーイ。なんだこれ。どういうこと？素晴らしい。次は？おお、なるほど。単純にこれだけか。これはこう、よし、いった。ブーメランってそういう使い方できるんだ。普段あんまり使ったことないからな。セーブ、ナイスセーブ。次は？まずオフにしておいて、投げて、通過したタイミングでこうか。いやー、で、オフの状態で次に進む。あはん、これは？あ、はいはいはい。で、こうですね。素晴らしい。さあ、次。あー、なるほど。タイミングだな。ここ。ああ。もっと早く。こうか。よーし。タイミングバッチリさ。行ってもらって。素晴らしい。ここは。よいしょ。次はなんだ。よし、ギリギリ。危なかった。ちょっと待って、なんか見逃さないよ。ほーら、こんなところに印税があるじゃないか。印税。印税を取りたい。いやー。ちょっと離れた方がいい。いいか。よし！さあ、印税の間をしっかり達成していって。ラストって書いてありますね。そっち行った？ 2 回目。さあ、色付きのやつを持っているのが正解なんで、こっち行こうかな。ナイス、素晴らしい。さあ、プンプンを倒して。お、ウィーン、素晴らしい。相変わらずこの表現方法大好きよ。行こうかな。さあ、Pスイッチを振って、エンド。ドドン。ナイスでございました。確かに今まであんまりこうブーメランを使ったねギミックっていうのはやってこなかったような気がします、ね。まあ、ブーメランで統一される謎解きテーマパークブーメランド王国、楽しかったです。さあ、氷の橋を渡って、ハックンさんすいません、溶けていただいて。さあ、行きましょう。 5-2。さあ、仮面戦隊カブルンジャー。へー。まあ、3D ワールド。B で。っていうことができるわけですね。よし、こういうことだ。
次はパウ。これはこうか。なるほど。3回パウできるんだね。へえ。かぶるギミックもね、なかなか難しいからね。これは R。なんだ？よし、OK ですね。これで無事に行けます。絶対クルブロック突っかかってると思うんだけどね。さあ次 Y でバゴーン、バゴーン。あ、次は Y で長押ししてこうか。やったぜ。長押しと普通押してやればよかったね。次は、あ、なるほど、割れないように。さあクロス。クロスということはあれか、次はいろんな被り物を混ぜ合わせてクリアしていくってことかな。 R から Y。よし、オッケー。こういうクロスか。次は、こうでいいかな。下からパウすればよかったか。はいはい。次はパウからクイボか。行きましょう。なるほど。で B から R か。うわー、難しかった。こういうとこにあるんだね。 B R OK。 最後は結構タイミングが難しかったね。で倒して、タイミング的にはこの辺のはず、ここ。よし、素晴らしい。ふう、難しかった。おー、ナイス。おお、すごい。 3D ワールドだとこんなにクルクルするんだね。むしろそんな風に自由に配置できるんだ、いいね。よし、おお、今回のエンドギミックはこんな感じ。やったね。というわけで P スイッチを踏んで5つのブロックに囲まれてのゴールとなりました。いやー、仮面戦隊かぶるんじゃ楽しかったですね。いやー、まあ残念ながらテイク2とはなりましたけれども、難しいんだよね、かぶるんじゃね。かぶるんじゃというか、かぶり物ね。あんまり普段やらないギミックなので練習ができない。さあ、というわけで、本日というか、このシリーズ最後のね、おまけチャレンジコースです。99関数としているので、問題、出やがったな、来たのかな、やろう。よし、やってやる。き、た、こ。うん。まあまあまあ、別にね、関数としているんでね。残機がカンストしているんでね。別にね、そう、わざと外したっていうことでね、ここは一つ。負けず嫌いなボカロピーだな。マリオゲームセンターネオ、おー、スリー！待ってたよ。うん。めちゃくちゃ楽しかったからね。さあ、というわけで、リンク。今回はリンクからスタートか。ん？
あ、なるほど。ピョン、剣で倒せ。ピョン、ラスト、よいしょ、 OK、 素晴らしい。リンクってそういうことかい。剣の先っぽでちょんちょん倒すんだね。次はボーリング。ボーリングか。ここで、あー、待ってくれ。すっごい悲しい。端っこをちょっとね、かすめただけ。1ピンしか倒せませんでした。そういうことか。サーカス。サーカス？サーカスってなんだ？ん？弾の力量ってこと？あ、そういうこと。はいはいはい。わかりました。よいしょ。あ、待って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 。ひひひひえひえ。難しい。お願いします。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ、ルイージ君、素晴らしい。はあ、ゴルフ、ゴルフですか。まあね、最近ね、スイッチでも面白いゴルフのゲーム出ましたけどね。よいしょ。あ、ダメ。さあ、パターを決めて。えい、ナイス。よし、これもしっかり稼いで。なんかどちらかというとこうゲートパターゴルフ的な感じだったね。ファイティング、まさかの舞踏会。 HP、 7個あんのね。どういうことだ？わかんねえな。ヘイ、殴って。よいしょ、よし、倒すことできた。あ、なるほど、ちゃんと人型のやつがウィンに変わってるんだ。へえ、すご。それから、スマッシュブラザーズ、スマッシュブラザーズ、ピーチキャッスル。スマブラはね、私ね、実はあんまりやったことがないんですよね。あ、スマッシュボールだ。待って、どうやって勝てばいいの。あ、痛い、暗い。よし、倒したぜ。あー、これあれじゃん、なんか64で見た64のあのピーチ城上空じゃん。あ、いろんなアイテム上から落ちてきたんだ。あの、リザルト画面ですかね。ま、ルイージーウィーンみたいな感じで。さあ、今日のエンド。おー、すごい。ちゃんと、くるくるブロックに戻って、お立ち台にも立って終わりですね。さあ、というわけで、マリオゲームセンターネオ3、終わりました。いやー、全部で3回のシリーズでしたけれども、とても楽しかったですね。さあ、というわけで、いよいよやってまいりました。泣いても笑っても今回がこれで最後だ。地味にとても楽しみにしておりました。この最後のハックン999。インパクトがすごいんだよな。さあ、最後のコースは何だろうな。ベルリニキワールド、お疲れ様でございました。最終面もしっかり遊んでいきましょう。え？新マリオ USA。スタート。よーし、やるぞー。まあでも USA って言ってるからやっぱりそうよね、こっちの方がいいよね。
じゃあ、USA で行きましょう。わーい。あ。これを、ほっぺって投げたりするといいってことですよね。あ、裏世界に行けんじゃん？行っちゃいましょうぜ。おー、裏世界やー。P スイッチを踏んで、で、ここになんかあんじゃないの？なかった。よーし。あ、やり直しっすか？P スイッチを踏んでるときにやんなきゃダメですか？すいませんでした。さて続けて、パワーブロックを持ち上げて、よいしょ、OK。さあ、この下を伝って、そして、お、クリボーを乗っけて、投げる。そして、クリボーの上に乗れば、ドアに入れますよ、ということですね。続けて、あ、鍵か。これは仮面フラグですね。あー、壺の中だ。まあ、壺だからこれ実はね、こう、掘ることもできるんだよね。こうやってね。で、そしてこのまがまがしい鍵。あ、来た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 。わあ。危ねえ危ねえ。危うくダメージを食らうとこでした。よいしょ。来るの？あ、来るやん、仮面くん。元気だね。よいしょ。さて、続けて。リンクの場合は弓で。で、こっちの場合はナイス！素晴らしい！若干怪しかったけど、OK です。さて次は？お！これ、あれじゃん。どんどん上に上がってくやつじゃん。わー、すご。あー、でも私知ってます。こういう時はね、大体ね、上に上がらないで下に行けばいいことがあるって知ってますよ。ほーら、言った通り。さあ、ツタを伝っていきましょう。そして登ってって、ここは一体なんだ？お、ワープキノコだ。残念ながらもカンストしています。お、ってことは最後はボス戦ですかね。キャサリンとの対決かな？あ、違った。あ、これあれじゃん。1の1の、ゴム兵落とすやつじゃん。よし、オッケー。入れと。で、入ればいいの。OK です。よいしょ。落ち着いてやれば良さそうだね。うわー、難しい。よいしょ。よし、一発入れた。よいしょ。うん、なかなか手強いぞ。よし、2発目。ラスト1発かな？何？強いぞ。ということだ。よいしょ。よし、4発。素晴らしい。あ、これあれじゃん。でーててててててーつって、なんかあの、口が開いて中に入るやつじゃん。あの、マムの手前でいきなりね、反逆を起こしてくるやつ。ルーレットだ。さっき、切った子を作ってしまって大変だったかな。行くぞ。あ、はい。1、2、3、ここ。OK。1、2、3、ここ。OK、揃った。素晴らしい。以上ですか？特に得点はなし。それとくて、とりあえずね、終わりました。いや、素晴らしいね、この、マリオ USA になった感じがありますね。うん。ということで、まあ、リンクだった場合はね、
まあ、皆さんの目で確かめていただければと思いますけれども、どちらもね結構ね歯応えのあるステージだったんじゃないかと思います。よし、これにて完全クリアだ。ワールドクリアー、イエーイ。ザ・エンドってね、カチカチ。いやー、というわけでベルリニキさんのこのワールドをしっかりと遊ばせていただきました。もうこれはね、もうお気に入りですフォローさせていただきました、ありがとうございましたね。まあなんやかんやあってね、いいねされた数がなんとね、もうミリオンを達成しているということで、これからもねどんどんと楽しいコースを投稿していただければと思います。よし、では今回はこの辺でおしまいにさせていただきましょう。次回またね、何をするかちょっとわかりませんけれども、楽しみにしていただければ幸いでございます。では今回はここまで。以上、お相手はウォータピーことガルナでした。それじゃあ皆さん、またね、バイバイ。私もね、いつかね、ワールドは作ってみたい気もするけどね。いつコースを作ろうかね。